セット・ユア・ゴールズとは、アメリカ合衆国カリフォルニア州オリンダにて、結成された、ハードコア・パンク・バンドである。2004年結成。初期は、ハードコア・パンクをベースにポップで、キャッチ、な要素を含んだサウンドが特徴。近年は、ポップ・パンク色が強く出ている。社会派のバンドとして知られ、歌詞の多くは、宗教、政治、環境破壊などの内容で占められている。 またそのすべての歌詞は、下凡や過激な言葉を一切使わず、すべてクリーンな歌詞で構成されている。これは、ボーカルのマットが、末日聖とイエス・キリスト教会の人々に囲まれた環境で、育ったことに起因しており、これについてインタビュー中に研究されたとき、日聖とイエス・キリスト教会の人々は、決して汚い言葉を使わない。それに、 品のないバンドだって思われたくないんだ。社会にメッセージを発するのに、汚い言葉は必要ないと語った。また、彼らは2011年3月11日に発生した東日本大震災を受けて、alinmerch.com l にてチャリティ T シャツの販売を行った。ファーストアルバムとセカンドアルバムでは、代表曲、ガイア・ブリーズに見られるように、 ポップ色の強いハードコアパンクサウンドが持ち味だったが、最新サードアルバム、バーニング・アット・ボース・エンズでは、自らのルーツを見直すかのように、ストレートで爽やかなポップパンクサウンドへと移行。また、歌詞もそれ以前の社会派なものから、よりパーソナルなものへと変わっている。写真奥左から、ジョー、オーデリオ、マット、ジョーダン。2004年結成。 バンド名はアメリカのパンクバンド支部のデビューアルバムのタイトルから引用した。2006年7月11日、デビューアルバムミューティニーをリリース。2009年7月21日、セカンドアルバム This Will Be Is the Death of Us をリリース。2011年6月27日、サードアルバム Burning at b o エン Ends をリリース。2012年10月、マイクが バンドから脱退、ありがとうございます。